鉄道博物館にやってきました。2022年11月12日です。今日はね、懐かしの朝日号に乗るというねツアーで、関東の方に来ています。ここまでの動画ね、別動画で上げて、上げるつもりでいるんですが、鉄泊は鉄泊でまあね、一回動画上げてますけれども、これはこれで別動画でね、今日11月12日のね、動画をですね作ろうと思っております。鉄道開業150周年、鉄道博物館15年、結構も経つんだね。これから楽しんでこようと思います。今日はね、さくちゃんと一緒でございます。はい、ここからは自由行動になります。まあ、今日はね、さくちゃんにくっついていこうかなと思っておりますが、鉄泊、久しぶりの鉄泊。今はね、あのお召し列車っていうのがね、展示されてますよ。天皇とかが乗るようなタイプのね、電車でしょうかね。電気がついてる。下でね、もう一回見てみようかなと思います。間近で見るとまたね、味があっていいですね。なかなか普段見れないようなね、電車でございます。すごいね、でもピッカピカだね。ずっと使われてなかったみたいですけどね、ずっと放置されてた車両らしいですよ。 EF5861 日立、 EF5861 号機ロイヤルエンジンって書いてあるね。味があっていいですね。なかなかね、1958年、めちゃくちゃ古いんだね。そして4号号系ですね。これはね、まあ、時にレストランになったりするようなね、場所でございます。今まあ予約制だったりですね、コロナでやってないのかもしれないけどね。ライトがね、改造されてるみたいですね、明るいものにね。だからあの時鉄の4号号系とはだいぶ顔が違う感じに見えますね。若干わかる、わかんないかもしれないですけど、そこに一般張った感じになってる。ああ、なってるなってる、溶接したような感じね。なるほどね、ボコって感じだよね。はい、そしてね、車両ステーションローリングストック、こちらの方から入りますよ。あ、すごいね、蒸気機関車。あ、これイギリスの輸入だったの。新橋横浜間を走っていた後ろの客車を引いて、すごい。あ、なるほどね。私はね、鉄道150周年と言われてるね、本当に最初の頃のね、150年経つと言われてる機関車でございます。後ろはね、まあ、偽物というかモックアップらしいんですけどね、この頭のね、蒸気機関車は当時のもの。まあね、あの綺麗にされね、こう塗り直されたりしてるけどね。雰囲気ありますね。1号車、国の重要文化財に指定されてるようです。すごい。はい、そして一番古い客車と言われているのがね、この車両だそうです。これはまあ本物、まあ、木でできた車両。もうね、これなんて書いてあるかちょっとわからないね。松鉄車両って書いてあるの、これ車庫、松鉄車庫ってどこだ、わからないね。すごい、よく残ってたね。こういった車両はね、この下に入れるっていうのはね、こういうからくりがあるのが素晴らしいところですね。まあ、あの新幹線200系なんかもね、確かに下入れたと思うんだけど、こういったね、お腹の下から見えるってのがね、すごいね。なんかあのコールタールみたいなのがっつり塗ってる感じ、もうね、黒光りしてる感じですね。これがなかなかね、まあ面白いとこですね。興奮しますね、なかなかね。まあ、前回のね、動画上げてるけれども、ね、今日もまたじっくり見れるとね、非常にまあ楽しい感じですね。これムーミンって呼ばれている車両だそうですよ。まあ、これ頭のね、機動車というか頭の車両ですね、引っ張るやつ、電気機関車ですね。はい、確かにムーミンのような顔でございます。 EF551、これもなかなかいい雰囲気でございますね。こちらがそして C57 ですね。新津にあるね、駄菓子屋さんと同じ名前のね、C57 でございます。綺麗に保たれてますね。ここは中とかには入れないみたいですけれども、まあでもすごく綺麗に展示されているものでございます。この辺がね、僕が本当に一番ときめくような場所でございます。特急トキと、これも4号号ですね。まさにこの当時の急行色、今ね、あの越後ときめき鉄道でね、走っているものとね、同じカラーになりますね。そしてお隣ではひばりですね。このボンネット型のタイプね、本当に今ではないタイプなんですけれども、非常にこれ僕ね、好きなタイプでございます。迫力あるね、このね、ボディ、このカラー、この形、いやもうたまんないですね。本当に当時、本当僕ね、電車とか特急とか好きだったですからね。これたまんないですね。中入れますよ。
クハ181ですね。快適な車内、高速運転、ビジネス特急の登場、素晴らしいですね。1958年、そんな前だった？あ、製造な、これこのタイプは1965、そう、昭和40年、僕生まれてないですけどね、僕これには乗ったことがあります。なに、まあ土曜日だけあってね、結構人がいる、混んでる、足元来ますとあります、ね、かなりこう高いところに運転台がある感じですね。小出で越後湯沢水上大宮でございます。すごい。上野駅までの停車駅と到着時刻をご案内いたします。これなんかも当時のね、車内販売すごいね。この列車の途中停車駅は長岡、小出、越後湯沢、水上、大宮でございます。確か前までこのシーンは僕撮ってると思ったんですけど、なかなかこれいいですよね。昔の本当に懐かしいレールでございます。上野駅特急トキ4号です。新潟ってね、こうね、こう関東に来てこういうワードを見るとね、ちょっとなんかいいですよね、感動しますよね。こう新潟というロゴをね見ただけでも。寝台列車もいい雰囲気ですね。昔乗ったことありますよ、ね、こういった寝台車、ベッドがね出てくるんですよね。こうボコってね、ボコって、ね、ベッドが出てきてね、寝れるような感じ、こんな感じだったっすよ、覚えてる。そして455は本当にもうピカピカだね、これね、いい味出してますね。当時の急行食、これもなんか入れるみたいだね。松島という名前になってますね。もう普通に中に入れるといった感じ。中はね、やっぱ比較的綺麗ですね。このボックスシートがたまらなく懐かしい。そして481系ひばりも入れます。これはね、ちょっとなんかずれてるけど連結されてる、連結っていうかずれてんねん、なんでずらしてあるんだろうね。入ってみましょう。こちらはね入れないですね、なんかね見えてはいるけど入れない。後ろはというと、後ろ行けますね。そしてこの本当当時のまんまのね、洗面台だとかね、この水のね給水器なんかもねありますね。こちらの方はねアナウンスとかは流れてないですけどね、昔ねこういったボックスにねひっくり返してね座ったりしましたね。そしてこのひばりのね上に上がれます。上からねちょっと見れるような感じですね。あ、この感じもね普段見れないですからね、非常に楽しいですね。隣にはね国旗がいますね。国鉄コンテナ、なんか面白い。あ、これデッドセクションをね行くときのね、こう455とかもついてんだよね、確かね。昔はパンタグラフの上げ下げができたらしいです。今はできなくなってるけども。この棒でですね、こっちの、うん、あ、あれがね、ガチャンと入るのね。あ、なるほどね。へぇ、変わるんだね。面白いですね。すごいね、こんな近くでね、この古希を見るのもね、これ本当貨物列車なんかも僕結構好きですからね。こんなピカピカの古希はねなかなかいない。もう大体サビ、もうサビサビのね、もう黒くなったようなやつがね大概使われてますけどね。そして EF ですね、66ね、これもなかなか素敵ですね。これも何個入れるのかな、階段がついてるね。66、これめちゃくちゃ力があるそうですよ。すごいピカピカだね。せっかくだからこれ登ってみましょう。EF66、 あ、ここまでしか来れない。あ、これで終わり、これで終わり。なるほどね、中を若干眺められるだけでございますね。面白いね。でもね、運転席とかもね、ああいう青いねシートなんだね。すごいかっこいいですね。すごいね、かっこいい、なんかイカチー顔をしてるよね。ヘッドマークにね、あえて番号が入ってるのは本当なんかかっこいいですよね。今ないですよね、ああいうのね、あんまりね。そしてキハ41300に乗ってみましょう。雰囲気ありますね。
木造の車両だね、これも多分ね。すごい。前回の動画でもね、多分同じようなことを僕言ってると思いますけど、本当にすごいね。わあ、木造ですよ。まあ、カンパラ鉄道のにちょっとね、匹敵するものがありますけれども。感激。はい。この辺にじゃあちょっと座らせてもらいましょうか。ここね、時々映るんですよね、画面ね。足回りましたね。ちょっとプロジェクションマッピングっぽい感じの雰囲気。結構リアルだよ。なんか本当にちょっと、なんだろう、電車揺れてるようにも感じる。心なしか。ね。すごい、なんか本当に揺れてるみたいな感じだな。気のせいかな。ねえ、するよね。よくできてるな。はい、そして反対側の運転台もね、同じですね、同じ感じ。すごい。1872年10月14日、日本で初めての鉄道が新橋横浜間で開業し、2022年は鉄道開業150周年を迎えました。当時の日本は蒸気機関車を製造することができなかったため、イギリスから10両の蒸気機関車を輸入して運行を開始しました。その時の1両がこの1号機関車なのです。日本の鉄道の歴史はこの機関車と共に走り出していったのです。150年前の日本の空に鳴り響かせた1号機関車の汽笛をもう一度聞いてみましょう。それでは大変大きな音がしますのでご注意ください。それでは汽笛をお願いします。さて、次の汽笛はこの車両です。大きな音がしますのでご注意ください。
皆さん汽笛を聞く準備はよろしいでしょうか。それでは汽笛をお願いします。特徴的な汽笛が鳴りましたが、皆さんどの車両か分かりましたか。正解は200系新幹線電車です。さすがですね、拓太郎さん。1982年の東北上越新幹線の開業に合わせて登場した200系には、4つのラッパのような形をした汽笛がついています。そこに高い圧力をかけた空気を送ることで、特徴的な音を出しています。200系は高速で雪が覆える区間を走行するため、汽笛はカバーに覆われたところについており、外側からは見えなくなっています。では、もう一度新幹線の汽笛を聞いてみましょう。大きな音にご注意ください。それでは、汽笛をお願いします。次の汽笛はこの車両です。大きな音がしますのでご注意ください。それでは汽笛をお願いします。先ほどの汽笛とはまた違った甲高い音が聞こえました。真後ろから鳴った感じだね。今度は EF55 型電気機関車です。ちょうどね、僕がいるこの電気機関車はこれです。真後ろから聞こえた。特急列車の牽引用に全部でわずか3両しか作られていません。そのため歴史的価値のある車両として準鉄道記念物に指定されています。すごいね。先頭部分が丸みを帯びた流線形になっていて、前後で形が違うため向きを変えるには蒸気機関車のように転車台を使う必要があるのです。この独特な形からユニークな愛称を付けられ、鉄路のスターとして多くの人々に親しまれてきました。しかしその一方で戦争の傷跡を残す機関車でもあるのです。太平洋戦争中、静岡県で機銃掃射を受け、車体の16箇所が損傷しました。一部修繕されていますが、当時の記憶を現代に伝える車両として、弾痕が運転台の天井に残されています。見えるのかな。 EF55 型1号機はその活躍した時代を後世へ語り継ぐ重要な役割を担っているのです。幾度の廃車を乗り越えて、今2度目の復活ともいえる鉄道博物館での展示となりました。波乱に満ちた商売を保った EF55 型電気機関車1号機の汽笛をもう一度聞いてみましょう。では大きな音しますのでご注意ください。来ますよ、鳴りますよ。それでは汽笛をお願いします。これが鳴るんです。すごい近いが、C57 型は1937年に
客様を乗せた。客車を引っ張る目的で登場した蒸気機関車で、1947年までに201両が作られました。この C57 136号蒸気機関車は1940年に神戸で生まれ、最初は群馬県の高崎機関区に配属され、高崎線などで活躍をしていました。その後北海道へ渡り、1975年12月、国鉄の蒸気機関車の歴史が幕を閉じます。最後の旅客列車 SL さよなら列車を先頭で引いていたのが、こちらの C57 135号機です。 C57 135号機の汽笛は、長さや大きさが異なる5種類の笛を一つに束ねたような構造で、鳴らすと和音になるようにできています。この5種類の笛が同時に鳴ることによって、蒸気機関車独特の汽笛の音色となっているのです。それでは最後の汽笛は C57 型と EF55 型の2つの車両の汽笛をお届けいたします。ね、相当でかい音です。大変大きな音がしますのでご注意ください。それでは皆さん、最後の汽笛を聞く準備はよろしいでしょうか。大きな音にご注意ください。それでは機関士さん、汽笛をお願いします。またですね、なかなか最後までご考えいただき素晴らしいアナウンスでした。誠にありがとうございました。とても楽しい企画でしたね。汽笛を鳴らしてね、回転台が回るというね、素晴らしい、面白かったです。そして雲が40っていうのかな、昔々山手線で使われたという車両らしいですね。これも中に入れるらしいです。見てみましょう。はい、これも中に入れます。すごいね。わあ、雰囲気ある。これも木造の壁のね、車両ですね。すごい、この薄暗さがなかなかまたいいですよね。乗務室はね、全然見えないんだね。すごいね。これでもまた張り替えだよね。今のタイプだもんね。もうみんなこれにしちゃえみたいな感じの雰囲気だよね。なんとなく、ああ、いい雰囲気。いや、素晴らしいですね。面白いですね。鉄泊、本当何度来ても面白い。 ED75 サクちゃん、これにときめくらしい。すごい、これもね、まあ、いい雰囲気だよね。のぺっとしてるけどね、かっこいいね、やっぱこういうね、機関車。こちらが101系ですね。僕は東京に行った時代はね、こんなのがね、当たり前に走ってた時代でございます。中央線のカラーですね。他、山手線や、京浜東北線もね、すべて今のね、カラーのこの一色塗りね、すべてがそんな感じでした。総武線は黄色でね、一色塗りでした。中はね、今とね、それほど変わらないかなっていうね、感じでございます。シートはね、なんかどの車両もみんなこのね、材質使ってるような感じがしちゃう。懐かしいね、これね。あ、これとかほん、そうなんだ。通勤快速って今ないんだ。あ、なくなったんだ。中取りなんかも当時のものらしいですよ、これ。そして200系ですね。まあ大好きな新幹線ね、なります。綺麗だね。ニーツのやつよりも綺麗だ。なんかね、計31だから新しい方なのかな、割合。そうですね、
リニューアルはされてないんで。あ、そうなんだ。ニーツにいるやつよりも中の状態は元の、うん、あ、なるほどね。初代のやつと。へえー。はい、22235。わあ、これもね、座席の方は確か行けないんじゃなかったかな。行けるのか。あ、行けるね、行けるね。あー、この雰囲気たまりませんね。ね、この3列2列のね車両でございます。いいですね、いい雰囲気。そしてですね、 C57 のね脇には0系シリーズ、シリーズ0か、別棟の方でね0系がいます。そこにねこれから行ってみようと思います。鉄泊なかなか楽しいですね。時間がいくらあっても足りないというか、ずっといられると思ってね。0系かっこいいですね、やっぱりね。これもあれ赤いシートがこうなるって感じでね。なんかあのさ、こうあそこもなんか光ってる感じがするけど、昔はなんか最初デビュー当時はすごい光ってた。そうなの、うん、知らなかったわ。半透明のね、うん、さあ行ってみましょう。匂いがすごくないですか。匂いすごい。なんだろうこれ。何なんだ。 N2 編成でございます。かっこいい。これブルーもいいね、やっぱりブルーね。東海道新幹線のねカラーね、見学順路行ってみましょう。窓の外にはね写真が貼ってありますね。これはまた独特ですね、この時代のタイプですよ、ね、肘掛けも上げられないタイプ、はい、ちなみにですね自動ドアは踏むと開くタイプ、ね、ちょっと軽い人とかね子供とかだと開かない時があるとか、そういう時代のものでございますね。そしてこの0系新幹線もね車種が、ね、下から見れるっていうね、こういう作りになってます。そしてまあこれはねガラスを見せるためにガラスにしたんだと思うけどね、こんな感じのメカニズム見てもよくわかんないですけど、こういうのをね、まあ、本当にまあ間近で見ることができるね、これも鉄泊の面白いところでございますね。車輪とねレールね、すごいですよね。どうやって入れたのかなとか思いますけどね、ここにね。そしてランチトレイン183系、これ前回ね僕乗れなかったんですけど今開放してるようですね。せっかくだから行ってみましょう。ランチトレインはね営業してないみたいですけれども、中には入れる。前回はね入れなかったんで非常に寂しいですけど、こういったね後付けのね家庭用エアコンみたいなのがついてる。すごい。ちなみにこの椅子は一般向け同じ椅子です。あ、そうなんだ。あ、さっきのと、185系と同じ椅子だそうです。長いね、向こうには行けないみたい。こちらが183系のランチトレイン、こちらはね奥まで行けるみたいですね。行ってみましょう、せっかくなので。これもほら椅子すごい長い、2両つながってるとやっぱりかなりの長さがありますよね。すごい遠い。いいね。いいですね。こっちも雰囲気は最高ですね。外はとてもいい天気、明るい。これはここから外に出れるみたいですね。ランチトレインは16時半まで利用できます。ここから外に出れました。そして外に出ると E1 系の MAX の先頭車両いますね。これはいいですね、湘南新宿ライナーと踊り子ですね。これも踊り子だった時があるんですね。この時代のこのカラーはたまりませんね。まあね、これも雰囲気あって背が高くてかっこいいんですけど、やっぱり僕は E4 が好きかなってところはありますね。カラーはね E4 とほぼ同じなんですけれども、 M4 編成の E1KMAX、これもまあ雰囲気ありますね。でもねこれはねなんか抽選で入れる時があるらしいんですけど、今日はなんかやってないみたいだね。入れない、残念ながら。それでは南館に入っていきましょう。だんだんちょっとね時間がなくなってきちゃったけれども、ここには400系と E5 系がいます。このハヤブサって子供にもやっぱ人気だよね。てかこれ鼻っつら長すぎびっくりするね。長っ、こんな長かったっけ。長いね。そうなんだ、すごい。これも最初であ陸走したのかな。めっちゃ長いよね。
グランクラス乗ったことないですね、まだ一度も。たぶたぶ坊ちゃんもまだないそうですね。坊ちゃん L3 編成400系あれじゃないですか、ミニ新幹線独特のステップですよ。あ、これね、ステップが出てくるんだよね。あのスーパーコマーチ出てくるじゃないですか。うん、出てくる。これです、ね、あのホームとの幅が広くてね、かっこいい。乗ったことないですね僕ね、残念ながら。翼山形ですよ、ね、山形も行きたいです ねかっこいい。見慣れないからなおさらかっこよく感じるっていうのもあるかもしれないな。ミニ新幹線って呼ばれてるらしいですね。翼東京行き山形から出てますよ。車内ですね、確かにまあ狭い、小さい、なんか短い感じがするかなっていうとこですね。はい、2階から見るね、400系と E5 系ですね。素敵ですね、これもなかなかね。そろそろね、時間がね、ジオラマの方のね予約をしているあるらしいですね、団体で。なのでそのジオラマを見にね、行かなきゃいけないですこれから向かいます。はい、2階は渡り廊下になっていて、ね、一旦ちょっと外に出る感じになりますね。E1 系を見ながらですね、車両センターの方にね行きます。はい、2階から見る車両たちもねとてもいいですね。感動しちゃいますよね、本当にね。ジオラマは撮影できるかどうかわかんないけどね、それもすごく楽しみ。前回僕が来た時見れなかったですからね。すごい、どうですか鉄泊。絶対一度は来てみるもんだと思いますよ。本当に超楽しいです。鉄道ジオラマは HO ゲージですね、でかい。すごい、どこを再現してるんだこれ。あ、新都心駅なんだね、すごい。
さまざまな最新技術を投入した、まさに現代の夢の超特急なんです。乗せて各地へ帰っていくようです。中央の駅を左手に出発したのは、E657 系特急日立。現在、常磐線の特急列車として活躍をしています。E2000 新幹線は、先ほどご紹介をした成田エクスプレスと同じ、フルアクティブサスペンションという技術を採用し、乗り心地が改善されています。日が落ちてきましたね。鉄道博物館、これも本当の電車ですね。103系、ちょっと見てこようかな。で、完全に本物ですね。こういうのなんかもそのまま、大船から八王子、横浜線根岸線だったんだね。路線図もそのまんま本物ですね。懐かしいね、このタイプね。懐かしい。いや、結構ね、時間はあっという間ですね。3時間近く一応用意されてたと思うんですけど、本当なんか全部見切れないで終わっちゃう感じ。あとはちょっとお土産ちらりと見てね、あとはもう集合場所に行かないといけないといった感じでしょうかね。はい、お土産物はね、なんか買いたい気持ちもあったんですけど、なんか特にガツンとときめくものもなかったんで、特にまあ買わなくてもいいかなとか思って、まあそろそろね集合時間になるんでね、鉄泊をね後にしたいと思います。非常に楽しかったです。ちょっと動画的にね、まあちょっとまとまりがないかもしれないですけど、非常にまあ僕的には非常に楽しんだ、ひとときでございましたね。鉄泊最高に楽しいです。はい、鉄泊後にします。外もね全然撮れないんだね。やっぱツアーに参加してるんでね、なかなかツアーの団体行動で行くんでね、自分勝手のなんか行動ができないんで、撮りたいところもね、まあ、中では自由だったんだけれども、外とかももうね駅までみんなで行くような感じだから、あんまり撮れないかもしれないね。いかがだったでしょうか。まああのね、ちょっと時間がね、ちょっと足りないというかね、ちょっとそういう部分があったね。ね、まあ、本当に半日間、まあ、もしくは1日ぐらいね、丸々ね遊べるような、本当にそういったところでございますね。はい、今日はね、ちょっと鉄泊、ザザッとですけども、鉄泊からお送りしました。旅の途中ですが、ね、これはこの動画で別で上げようと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。